アルベルト・レンガー・パッチュ。アルベルト・レンガー・パッチュは20世紀前半にドイツで活躍した写真家。レンゲル・パッチュと記載されることもある。新植物主義を代表する写真家。ストレートフォトグラフィの手法で工場や機械を中心に人や動物も含めた様々なものを撮影した写真集。世界は美しいの作品は撮影対象から意味を剥ぎ取り。 外見以外の情報を捨て去ったような作品群である。それらの作品からは、作者特有の美意識や視線が強く感じられ、おおむね、その感覚は共有できるものとなっている。ただ、よく指摘されていることではあるが、この感覚、視線を突き詰めると、例えば、極端な例で、原爆のミサイルは美しい、切り取られた人間の腕は、美しいと、対象物の現実の状態や、 意味合いを無視した結論が導かれる恐れがあり、その危険性には十分に留意すべきである。レンガーアパッチュの作品は多数の写真家に強い影響を与えている。いくつかの展覧会で取り上げられているが、美術館における個人の開顧展はまだ開催されていない。ありがとうございます。